60年ほど前に四国の伊予で生まれました。30歳を超えてから人間世界の無常を深く感じ、愚道の旅に出ます。その後51歳で亡くなるまで全国を旅し、念仏の教えを広めました。今日はこの旅を中心に、東京大学名誉教授鎌田繁雄さんにお話しいただきます。聞き手は草柳雄三さんです。今の松山の宝厳寺のですね、一辺の像を見ておりますと、その着衣がですね、かなり粗末なものでありますし、それから何といっても足がすごいですね。もう筋張った足で、指の長い現代人の足には、現代人にはああいう足はどうもないようですね。そうですね、足のこの迫力と申しますかね、そして筋で、あれはもう大地をこうグッとね掴む足ですね。そしてこう一歩一歩前へこう踏みしめていく足で、これはもう我々にない足ですね。またその足が一辺の宗教を大きく特徴を付けていると思いますね。一辺はですね、一度その出家して、また減俗をしているわけですね。で、再びまた出家を36歳の時にしているわけで、この再出家というのはですね、これはどういうその理由からだったんでしょうか。やはり最初の出家はですね、父親に言われて出家したんだろうと思うんですが、二度目の出家というのはこれ大変なその人生のですね、彼自身にとっての心の葛藤と申しますかね、そういうものがあるはずだと思いますね。家督相続の問題なんかもあったでしょうし、あるいはその女性の問題もですね、いろいろあったと思います。この、一つは彼が宗教的な一種の天才であったということで、出家の道を再び取ったんだろうと思います。だいぶその当時その一辺の身辺はですね、そうしますとこう複雑だったわけですね。だと思いますね。人間関係も、はい、特に女性関係をめぐってですね、一言で言えば大変にその女に苦しんだということだと思います。それ生じ本源の形は男女和合の一面、流浪の三階の層は愛禅猛狂の名状なり、男女形破れ猛狂おのずから滅しなば、少子元無にして名状ここにつきぬべし。この一辺上人五六の言葉を見ますと、一辺の気持ちがですね、大変よく表れてるんだと思いますね。この生じ本源の形は男女和合の一面と、そしてこの世に生きていくいろんなこの苦しみというものは全部男女の愛禅猛狂から出てるんだと。だからそれをなくすれば迷いというものはここでなくなってしまうんだと言ってるわけ で、こういう言葉が出るということはですね、彼自身が大変にその女性の問題で苦しんだんだろうと思います。やっぱり女性の問題で本当に苦しんだからこそですね、こういうような言葉が言えるんで、それを苦しまなければですね、なかなかこうは言えないと思うんですね。その非常に煩悩の多いですね、人だったという気がするんですね。その出家する前のその一辺というのは、はい、煩悩というよりも煩悩も非常に多かったと思いますが、もう一つは強烈なエネルギーですね。これはもう、それも煩悩ではありますが、強烈なその悪へも向かうエネルギーと申しますかね、迷いに向かうエネルギーと申しますかね、そういうものを持っておられたんだと思いますね。だからその苦しみはこの余計苦しくなるわけですね。普通の人よりもこの強烈な悪へのエネルギーがあればあるほど、それを正そうとするエネルギーは強くなりますので、ですからもともとその非常に強いものを持っていた、煩悩も強烈であったということを言えると思いますね。この聖絵というのは、一辺上人のお弟子さんが残したものですか。そうでございますね。これを見てますと、この再出家しまして
いよいよ家を出ていくわけですが、まあ、一番先頭に一辺上人が立たれまして、あと長次長一と娘さんと、まあ、愛する人かどうか分かりませんが女の人が二人と、あと、お供の人がですね、行って、紹介が送っているわけですが、これで、家を出て行くんだと。でこの絵は送る方でございますが、まあ制裁かどうか分かりませんが女の人が送って、で子供らしいのも送っているわけでありますし、また柱にはかじりつくようにしてこの二人の翁が送っておりますが、まあ人間としてはその悲痛な別れだと思います。失敬して一切のこの家族を捨てて、そうして旅立つのであると。しかも普通の失敬者なら一人で旅立つわけでありますが、一辺の場合にはこの娘さんだかなんかはっきりいたしませんが、とにかく女の人二人と念仏坊という人を連れて、そして旅に出たわけですから得意な旅立ちだと思います ね、うん、そ, うですね。そしてあの一辺上人の行くは四天王寺へ行くわけですね。そうですね、その四天王寺へ行ったっていうことがですね、一辺のその後 の, あの生き方に随分やっぱり大きな影響を、そうでございますね。あのこの四天王寺で彼は戒律を受けまして、一人前の坊さんになるわけでございますが、そして念仏札をこうみんなに配るというその決意が決まりまして、ああして四天王寺の門の前で念仏札を配り始めたわけです。ただあの自分でそう固く決意をしてですね、一種の悟りを開いてやったんですが、まだまだあの後に遊行するような大安心は得られてないんだろうと思いますね。ですから周りにたかってる人たちも何をしてんだろうこの坊さんはというような気持ちでこう集まってるんだろうと思いますね、うん、まあおそらくあの奇妙な坊さんが現れたっていうふうな感じで周りの人たちが見ていたなと思いますね。なりはあんまり良くないしですね、どこのね、変な小敷坊主が何してんだろうと思ってこう見に来たという感じですね、で、その四天王寺からですね、また あちらこちらその旅が続くわけですけれども、決定的にその一辺上に一辺をしてですね、その自分 の, その進んでいく道に確信を持ったっていうのは大体いつ頃のことになるんでしょうか。あの熊野へ行ってからですね。ですからもう一辺を語る時にはあの熊野の参道、熊野 の, その権現様の神託、これを除いてはまあないと思いますね。ちょうどあの熊野へ行った時に熊野権現、真ん中の老人のようなのが熊野権現ですが、これと出会ったわけです。で熊野権現にも札をこう配ろうとしたんですが、その自分は念仏を信じてない、信じてないからその札はいらないと断られたわけですね。でそういうことは一辺自身が念仏を信じる者には札をやってもいいけれども、信じない者にはやってもどういうことになるのかという疑問がですね、一辺自身の中にあったんじゃないかと思うんですね。それをまあこういう比喩で話あの表しているんだろうとは思いますが、とにかくまあ熊野というのは、まあ、シャーマニズムもありますし三角信仰もありますし、そしてあの独特なあの古堕落都会もありますし、宗教的な雰囲気を持ったところだと思いますね。そこでやっぱり何かを欠如したかったと、またあの熊野はその阿弥陀仏を本寺としておりますので、阿弥陀仏の本当の声を聞きたいというので、まあ熊野へ来て、そしてああいう熊野権現に会えたということですね。でそれによって自分の疑問をどうしても解決しようと思いまして、あの熊野に参籠するようになったと思います、まあ、ここで結局、一辺の安心は決定してこれからの活動 の, この根源になっていくわけですね。で一体それじゃあどういうことをそのここでこの一辺が欠場したのかということが非常に問題になると思います。ゆず念仏進むるひじり、いかに念仏をば押して進められるぞ、御坊の進めによりて一切主情初めて往生すべきにあらず、阿弥陀仏の十合昇格に一切史上の往生は南無阿弥陀仏と結上するところなり、
真不真を選ばず、上不上を嫌わず、その札を配るべしと示したも。これが一辺の確信といいますか、悟りだろうと思うんですね、うん、今まで信じない人にはお札を配ってどうかなっていうちょっとした懐疑心があったわけです。それがこれによってもう全くなくなったわけですね。このお前が念仏すめんじゃないんだと、もう初めからですね、一切至上の往生はもう南無阿弥陀仏と決まってんだと、うん、だからそうなりますと信ずる人にお札をやるというだけではなくて、信じない人にも信ずる人にもやるんだと。そして上不上を嫌わず、綺麗な人、汚い人、良い人、悪い人、そういうようなことを一切自分では選ばないんだと、うん、だからどんな人にも札を配るという確信がここで生まれたんですね。でそれを教えてくれたのは、まあ、熊野の神様でありますが、これによってこの札をですね、万人に配ると、相手を選ばないという強い確信がですね、一辺の中にこう生まれてきたと思いますね。その札を配るっていうのはどういうことなんでしょう。一番簡単です。そこにはもう60万人往生するんだって書いてあるわけですね。南無阿弥陀仏と。でそれをいただけば確実にその人は往生できるわけです。だから一番簡単なんですね、それをもらえば往生できるんですから。こんな簡単なことないんですね。しかしこんな簡単なことはないかといって、これは配る人がですね、一辺のような人でなければそれはダメなわけですね、その札をいただけば往生できるんだということがまあ書いてあるわけですね。そうするとそれをいただくと、いただいた人はもうこれで自分は確実に往生できるんだと信ずるわけですね、それが一辺が配るからそうなるんであってね、他の人がこう配ったんじゃダメなんですね、もう真不真を選ばず、必ずお前は救われるんだと、あるいは本来救われているんだというんでお札をあげるわけですね。だからそれはやはり宗教的な一つの強烈な規約、信念、確信だと思いますね、それがないとそういう行為はただ札やるっていうだけになりますので、意味をなくしていくわけですね、またはもらう方の人もですね、札をもらえば往生できるんだってその人に言われていただく、これはね、まあ、簡単ですよね。非常に簡単だし、そして誰もがそれ入れますね。難しい教えを説くわけじゃありませんし、朝から晩まで念仏しなくちゃいけないってわけでもありませんし、ですから誰もが容易に入れますね。ですからたくさんの人が初めはこの半分ですね、不審の気持ちがあってもらったかもしれませんが、一辺様のお姿を見ればそれは確信が持てたんだと思いますね、一辺様が配ると、これは仏様が配ってくれたみたいに思うんじゃないんでしょうか、そういうエネルギーがないと札配るというのは意味を持たないと思いますね、その言葉で教えるのでもないし、それからその修行を通してですね、ある境地に達するということをその教えたのでもないが、ただもうひたすらその札を配ると。そうです、ですからこそですね、もう武士も農民もですね、もう商人も男も女も一切そういう階級を選ばないで、みんな来るんだろうと思いますね、でなければですね、教えを説いて行進をすれば救われると言ったんでは来ませんからね、下の方の階層で、おそらく文字も読めないような人たちはですね、それはついていけないわけです、ですから文字を読めなくとも一辺承認を信じてですね、これをいただくんだと、これで往生できるんだと言うんで安心が決まっていくんだと思いますね、先ほど階層を問わずというふうにおっしゃいましたけども、お侍、その武士などもですね、最初は随分その一辺承認をですね、その敬遠していた向きもあったみたいですけれども、この熊野権現以降はそういうことも、ほとんどなくなってきたということだと思いますね。武士であってもですね、これは武士というのはいつ死ぬか分かりませんね。そういうその武士のところに、この武士の屋敷の中へ汚い格好した一辺が入ってたわけですね、で念仏札をこう配ったわけです。そうしますと武士は黙ってもらった。そうすると周りの侍たちが、あんなその卑しいなりをした坊さんからどうして念仏札なんかをもらうのかと言いましたら、その武士がですね、念仏というものには嘘偽りはないんだと黙ってもらったんですね。
でこの武士がやはり大変な人だと思うんです。後に一辺上人がこの武士のことを褒めてますが、この武士というのはですね、この人によらないで法によってる、法というのは教えですが、あるいは真理と言ってもいいですが、そういうものによっているから自分の念仏だをこの素直に受け取ったんだと。普通は汚い格好した人がお前これ取れと言ってもなかなかね取りません。その武士は平然と受けた。でその武士は自分は念仏というものは全く正しいもんだと、これ誤りのないもんだと確信してるから自分は受け取ったんで、人間を見て相手を見てその受け取ったんではないんだと、こういったわけですね。やはりその武士の念仏もですね、これ大変なもんだと思います。やはりその武士自身が前から持っていたんですね。それを一辺上人にお会いしてはっきりとそれをまた自覚したんだろうと思いますね。一辺の場合にはですね、でこの後踊り念仏という構想の世界の中に入っていくわけですね。でこの踊り念仏というのは、当時のその社会の中でですね、おそらく最初は先ほどの例ではありませんけど、随分またキーなことを始めたというふうな受け止め方っていうのはやっぱりこう随分あったんじゃないかっていう感じがするんですよね。そうですね、やっぱりここの絵で信濃の国でやってるあれですね、これが踊り念仏が初めて一遍がやったっていう絵ですが、後のような京都でやったようなたくさんの群衆が集まってはやっていませんが、しかしとにかく知らない間に踊っていったんだろうと思うんですね。神の喜びというものが念仏唱えて知らない間に踊るようになった。一辺上人がこう鐘かなんか叩いておりますが、それに合わせてそこにいる人が南無阿弥陀仏を節をつけて唱えながら、そして踊り始めたと思うんですね。これはもう誰に言われて踊ったんでもないし、このおのずとこういうふうになっていったんだと思いますね。一種の歓喜行、喜びの行ですね。それまでの仏教の修行の方法とはこれはもう全く違いますね。ここに歌がありますので読んでみます。跳ねば跳ね、踊らば踊れ、春駒の乗りの道をば知る人ぞ知る。もう跳ねばねと、もう全くその馬がこの跳ねてるようにですね、その踊ってるわけで、あんなに踊って何だろうと、そんな人がですね、即託したり考えたりすること何にもないんですね。もう春の間のようにただ踊りたいから踊っているということだと思います。例えばその悟りの境地を開くとかですね、その安心立命の境地を掴むというふうな場合にはですね、普通でしたらね、その心を鎮めるところにそういったものが生まれてくるというのがね、おそらくそれまでのその教えではなかったかと思うんですよね。そうなんですね。ですから京都の方でですね、比叡山にいる人がこの一辺のその踊り念仏をね、やっぱり批判して、雑念や煩悩を取るというのは心を静かにこう沈めていることじゃないかと、それなのにあんなに踊るというのはこれはもう仏教じゃないんじゃないかという批判を下していくわけです。しかしそうではなくて、考えなくちゃならないのは、一辺さんも書いておられますが、その人間の心というものだけ考えてね、で心なんてのは実際はないんですが、その心で心の迷いを除こうということはダメなんですね。やっぱり体で行わなくちゃいけない。で体で動かしているうちに一つのね、喜びの境地なり三昧の境地が出てくるん で頭の中で知恵でですね、あるいは心が迷ってるから心を沈めるんだというやり方もそれあるかもしれませんが、そうではなくて体を動かしていく、で体を躍動させることによって宗教的なエクスタシーにですね入りうるんだと思うんです。しかも一人で踊ってたんじゃこれダメでして、一人でただこう踊っててもダメで、集団で踊りますと強烈なエネルギーがそこから発散されるわけですね。ですからその集団でこう踊るようになりますとね、これはもうみんながそこへ参加できますからね。たった一人踊ったらなかなか参加できませんが、あの人も踊ってる、それじゃ私もと、そして中にはその信者、自主の中には尼さんも多いし、女の信者もいますね。ああいう女の信者や尼さんも踊ってる、そうなればもうみんなそこへですね、この平気で何のこだわりがなく踊りの中へ入ると思いますね。男は余計寄ってきます。そうかもしれません。
とにかくですから、やはりそういうあの人を集める力があったと思いますね。でないと一人だけってことはダメですから、そして集団が宗教的なエクスタシーを持っていくわけですね。でその力というもの、あるいはそれを評判を伝え聞いて見に来るもの、見に来ていれば自分も踊ろうかっていう気になりますからね、そういう力は今までの宗教史通じてないんだろうと思いますね。普通なら悟りのために座禅をするとか、静かに念仏を唱えるとか、山の中で修行をするとか、お経をその何百回読むとか、それがもう破天荒に踊り狂うわけですね。しかもその踊りは念仏の踊り、しかもそれは無我の踊りですね。自分があったらできませんので、自分を完全に解放して、そして踊るから無我の踊りだと思いますね。人に笑われるとかですね、人にこの見られるとか褒められるとか、そういうことはこう全くないんだろうと思いますね。ただひたすら踊りが踊っているということだと思いますね。まあ、一種のその競争状態といいますか、そのエクスタシーの状態って、ね、なぜ、その民衆人々がですね、その一辺上人のその踊り念仏にこれだけそのついていったのかっていうことは、まあ、その教えもさることながらですね、やっぱりその当時のですね、13世紀の後半ぐらいですか、その鎌倉時代のその時代的な背景といったものともですね、あの切り離せないんじゃないかという気がするんですけども、ね、上級の乱があった後で大変乱れておりますし、武士もいつ死ぬかわからない、それで下の方の階層の人はもうそれは本当にもうあれですね、この上から抑えられて、そういうその時代の不満というようなもの、欲望の吐け口というようなもの、それがああいう形で発散されていると思いますね。あれはもう貧富を問わないわけですし、武士も農民もね、みんな踊れるんですから、これはもう取り込めると思いますね。やっぱ時代のそういう人間の苦悩か欲求の吐け口がない、そういうのが大きく吸い付けていったと思いますね。それにしても寺も持たない、それから家も持たない、ただひたすらその生涯をですね、輸入し続けた一辺の旅っていうのは一体何だったんでしょうかね。これはやっぱりあれでしょうね、もうどこで死んでもよかったんだと思いますね。もう死ぬことも念仏の中に入ってますし、生きてることも念仏の中に入っている。だから鎌倉へ入るときに邪魔されたときですね、自分がここで念仏できないなら死んでも構わないんだという気持ちを強く持ってたと思いますね。ですからもうこの熊野の霊言を受けてからあと日本中こう大地を踏みしめていくんで、いつどこで死んでもよかったんだと、その死ぬとかそういうこともまた超えてね、ただこのひたすら何かを見つめていたんだと思いますね。ですから一辺が南無阿弥陀仏というんじゃなくてね、もう大地全体が南無阿弥陀仏で、その中にただ一辺は確実に大地をこう踏みしめていたということですね。しかもこういうその一辺の旅ってのは、その捨てていく旅だったわけでしょ。そうです、このまず家族を捨ててきますね、愛欲の絆を断ってきます。ですからもう一切を捨てているわけでありますし、物なんかもですね、ですから自分では生産しない、当然汽車を受けたり、で汽車を施してくれなければそれでもう死ぬしかないわけですから、もう全く捨て去ったあれですね、物も持ってない、その全く捨て去ったところにこう人々が群れてくるというのは面白いですね。またそれは一辺の人間的なエネルギーだと思いますね。あるいは宗教者としてのエネルギーといいますか、一辺のこう体から発するね、やっぱり気だと思いますね、念仏の気と申しますかね、そういうものがこのぐーっとこう包み込んでいくんだろうと思いますね。それでやっぱりもう相当その人間的な魅力っていうか、そういうものがなければ、やっぱりこれだけの人は当然ついていかなかった、ついていかないと思いますね。冷たい人ではですね、ついていきませんから。もう私の考えでは、男でも女でも女ということに限らずですね、一辺さんのそばにいるとですね、なんていうか気持ちがそれだけでこう収まると、なんとなくほのぼのとこう喜びが生まれてくるというようなあのお人柄だと思いますね。まあ顔自体は大変強い顔をしてますがね、身を捨てる、捨てる心を捨てつれば思いなき世に墨染めの袖。これはあの遠くにあるですね、おじさんのところへ行っ
った墓ですね。墓といってもただ土まんじゅうがこうあるだけで、それは荒涼とした景色です。もう捨て果てていく、で捨てる心もまた捨てるんだと、うん、何にもないわけですね。もう捨てようという気持ちもそこで捨て去ってしまうんだと。しかしまあおじさんの墓でこう一辺が拝んだり、自習の人たちが念仏を唱えているんだろうと思いますが、まあこれはもう何にもない世界ですからね、死後の世界というのは。でそういうところにおじさんがいるんだろうと、それをまあ供養しているわけですが、あの寂しいです、あの絵でありますが、人間の姿の本当の実相を描いた絵だと思いますね。言葉を尽くし恋歩き、へつらい求め願わねど、わずかに命を継ぐほどは、さすがに人こそ供養すれ、それも当たらずなり果てば、飢え死にこそはせんずらめ。そうですね、これはですからまあ骨付きをして旅から旅へこう流浪していくわけでありますが、はい、まあ、供養する人がいなければですね、もうそのまま飢え死にしてもいいんだと、うん、もう生きる死ぬということは念仏の中に入っちゃってるんだと思いますね。ですからあのどこの大地で死んでもいいんだと、この歩いてるところ、彼にとってはもうどこもみんな同じですね、うん、あの道の奥も京都も広島も淡路島も九州もみんな同じなんですね。大地そのものが念仏ですから、その大地そのものの念仏の中から生え出して、そしてそれを踏みしめてるわけですから、どこで死のうとですねいいと。だからこういうようなお言葉を見ると、そのこれは大変なその決意といいますか、やはりあの武士の出身でありますので、それはもう強烈なですね、そういうその意志の力を持っていたと思いますね。凄まじい意志ですね。凄まじい意志だと思いますね、まあ、普通の人ではなかなかできないことでありますが、まあ、彼はそれをその そこに心をですね、最後の決着を見出したんだと思いますね、うん、あのその遊行しているさなかにですね、その一辺の周りに随分こういろいろね、その気づいといったようなその現象がしばしば現れるということは、その語録にもあるそうですね。そうですね、特にあの念仏踊りなんかやるとですね、こう花が天から降ってきたり、うん、あるいはその紫色の雲がこうかかったりするらしいんですね。そうしますと信者の人たちや周りの人たちが、あ、大変な不思議なことが起こったと、これはなんだなんだって騒ぐわけですね。けれども、あの一辺自身としてはそんなことは別に不思議なことでもないわけなんですね。花のことは花に問え、紫雲のことは紫雲に問え、一辺は知らずと。この花が天から降ってきても、それは花に聞いたらいいんで、あるいは紫色の雲が出てもそれは雲に聞けばいいんで、一辺はそんなことは知らんと。でそれはどういう意味かと申しますと、その花がこう降ってきたからこれは気づいだとか随兆だとか、紫色の雲がこう現れたからこれはいいことがあると思うのが間違いで、そういうことを思う心、これ計らいと申しますがね、そういう人間の心そのものを捨て去ってしまえば、花は花ですね、紫の雲は紫の雲ですね。ですから別にそんなことにとらわれることはないんだと。花が降れば花が降ったでいいんで、またあの踊る念仏の集団の中には念仏の集団の木が漂いますよ。そうすればその木がね、この紫の雲のように見えることも当然あると思いますね。ですからあのそういう気づいと騒ぐ理由は何もない、うん、もしあれば花が落ちてきただけ、雲が現れてきただけというのがまあ一辺の気持ちでしょうね。でそれを気づいたいいことだと騒ぐ方が間違い、現れるものは現れればいいんだし、また雲じゃなくて雨が降るなら雨が降ってもいいんだし、大雪が降ったら大雪が降ったんでいいんだし、それでうずもれてしまったらうずもれてもいいんだと、そういうすごい気迫がね、一辺にあったと思いますね。それがこういうような言葉をこの語らしめてると思いますね。花のことは花に問えばいいんだと、それをとやかく心の浅はかな人間の気持ちでね、あれはいいことだ、これは悪いことだと、これが出たから明日は悪いことがあるぞとかいうようなことを考える必要は全くないんだと、
いう気持ちがこういうことを言わしてるんだと思いますね。何かこう全てはあるがまま、そのあるがままの自然の中に人間はそのただ生かされてるだけというふうな感じ。そうですね。ただあるがままの自然と申しましても、その一辺の目から見るともう本当にあるがままが見えるんですが、我々の目で自然見るとあるがままが見えないんですよね。だから一辺の目で見るから花は花なんですね。雲は雲、我々が見ると花見てもね、これはいい花だな、ね、うち持ってって飾ろうかとかね、これを生けたらいいのかとか、この花は私大好きだとか、すぐ心が動いてきます。ただ一辺は花の命は花の命でいいんだということですね。だからそのままを肯定するというよりも、もう自然そのものが仏国道にある自然なんですね。浄土の自然なんです。一辺にとっては、我々にとってはただの自然ですがね、一辺にとってはそれはもう本当の自然が見えるということは、それは仏国道だから見えるんですね。純粋自然と申しますかね、そういうものを一辺はやはり見ていたんだと思います。だからかえって一辺のような目で見ればね、花のこの命というものも本当の花の命を感じうるんだと思いますね。そうすると一辺にとってはですね、自然はそういうものである、その人間の中にある心というのは、これは一辺にとってはどうだったんですか。やはり人間の心もですね、みんな曇って見るからちゃんと見えないわけです。一辺の目から見れば人間の心も生阿弥陀仏と見えると思うんですね。だから別に心の中の奥底に何か深いものがあるなんていうことは一辺絶対に考えないですね。もう心はこの苦しんで悩んでてもいいんですね。それでそれがそのまま喜怒哀楽で揺れ動く心そのものが生阿弥陀仏なんだというふうに見てたと思いますね。ですからもう全てがこう透明に見えると思いますね。自然も人間も、それですからあの目はすごいです。あの木造のこうね、眉毛も強いし、そして目がこうくぼんでいながらですね、全部をその透視する目ですね。だからあの目で見れば人間も自然もこれはもう極楽だと思いますね。極楽浄土の聖言だと思いますね。これはもう一辺の場面の方、心のでもありませんけど、修行中にですね、ああ唱うれば仏も我もなかりけり、生阿弥陀仏の声ばかりしてと、法灯国師のところでこの言葉を下文を出したんですが、法灯国師がお許しにならないわけですね。唱うれば仏も我もなかりけり、生阿弥陀仏の声ばかりしてと言いますと、まだ生阿弥陀仏が残っているわけですね。仏も自分もないんだけれども、まだ生阿弥陀仏が残っている、それではいけないと、まあ国師が言われるわけですね。そうするとまた次の歌をこの一辺が持っていくわけです、その歌がですね、唱うれば仏も我もなかりけり、南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏、これに対して国師が印鑑を与えられたと、お前はもうの悟りはしっかりしていると、立派なものであると、こう印鑑を与えたわけですね。でこれになると前の歌は南無阿弥陀仏だけがまだ残ってるわけですね。でこれになると何にもないんですね。南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏、これはもう何にもないんです。無心の南無阿弥陀仏ですね。念仏が念仏してるという感じで、前の歌だと自分が念仏してるという感じなんですね。この歌になりますと、もう念仏が念仏しているとなりますと、自分は何もないわけです。それはもう自分というものの我執が全くなくなって、ただ天地寥寥として南無阿弥陀仏だけがあるわけですね。自分はその中へ全くこう包まれていってるんだという感じの歌だと思いますが、すごい世界ですね。まあ私たち凡人ではですね、到底まあ到達し得ない世界でありますが、まあ彼はそれをもう掴んだんですね。強烈な気力、強烈な意欲、それで掴み切ったと思いますね。一辺は51歳で亡くなるわけなんですけれども、その最晩年というのはどうだったんでしょうか。そうですね。最後はまあ死ぬ場所を求めてね。で諸砂山で死にたいと言ったんですが、そこへ行く前に亡くなられたわけですが、諸砂山で死にたいというのは自分の遺体をね、鳥獣に施すんだと、でこれは一辺だけではなくて、中国の禅僧なんかでもね、あるいは宅願禅師なんかも自分の遺体をうずめる必要はないと、で一辺はその諸砂山に
自分のあれを葬ってくれと、そういう希望を持ってたんですね。まあ、所作山というのは大変にこの西の比叡山といわれる山でございますが、はい、このうっそうとしたあの古木が茂っておりますし、おそらく昔もそうであったんだろうと思いますが、まあ、一種の霊山でありますね。ですからここで鳥獣に自分の遺体はその施してくれと、そういうふうに言っていたわけですね。まあ、どこで死んでもいいんですが、若い時も所作山に来たことがありますし、所作山の山の奥の方には修行者の岩窟のようなものもありますし、ですからやはり死ぬならこの山という気があったんだろうと思います。本当はまあどこで死んでもいいんですが、ここに何か一番鳥獣に自分の遺体を施してくれという気持ちですとね、この山が非常にこの良かったんだろうと思います。で実際はここでは死ねなかったんですね。まあ、その頃になりますと、一大の小経みなつきて南無阿弥陀仏になり果てぬ、これがまあ最晩年の境地でございましょうね。もう一切のお経というものをみんな所作山に返してしまう、もう焼いてしまってもいいんだと、そして自分もお経も南無阿弥陀仏になり果てたわけですね。これ大変にいい言葉で、南無阿弥陀仏になり果てぬと。ちょうど中国の人材という人もやはり一切の小経なんていうのはいらないんだと、もうお経なんていうものはそれはくず紙に過ぎないんだというように言われましたが、まあ、ここまで来るともうお経も何にもいらないんですね。あるいはお経に書いてある命っていうのは全部南無阿弥陀仏になり果ててしまったわけですね。そこには、自我を持った一片もないわけですね。南無阿弥陀仏だけがあるわけですね。これ大変にいい言葉だと思います。あの一辺の死後ですね、一辺とともにその同じ道を歩もうとしていた人たちがもう何人もその後を追ってですね命を絶つというふうなあのこともあったようですね。そうですね、7人の人が海に飛び込んで入水したと、その中で一人は海女さんだったということですね。これ大変なことで、それで遺言の中ではその自分の死の死後ですね、それを後追いして死んでいってはいけないということを固く言っていたんですが、やはりあの一辺が死ねばね、もうそれはもうやむにやまらない気持ちであの入水往生したんだと思いますね。もう本当にその一辺と一つだということだと思いますね。この所作山まで行けないで病が重くなりまして、このここで亡くなられたわけでございますが、まあ、一辺自身はお墓を作ってもらいたいという気はなかったんでしょうけども、まあ、ここにお墓を弟子たちが作りましてね、祀られているわけであります。よくあの川田先生があの比較してお話になるんですが、生ずるも一人なり死するも一人なりということで言いますとね、例のその剣豪の宮本武蔵とその一脈通ずるところがあると、これはあの川さんどんなふうな、私も宮本武蔵の五輪の書が好きで、まあ、年中読んだりしてるんですが、まあ、宮本武蔵もやはり独行道で一人の道を歩んで一切のものを捨てて剣技を磨くだけでですね生涯過ごされたわけでありますが、宮本武蔵と一辺さんは同じようにその捨てる道を歩んだと思うんですね。ところが、宮本武蔵の場合にはこの全てを拒絶していますね。愛する女性が追いかけてきても全部拒絶していますね。で一辺の場合には全部を捨てているんですが、あれだけの人たちがこう従っている、で武蔵の場合には晩年はもう寂しくですね、わずかな数の弟子だけに見取られて死んでいくわけですね。誰も後をついていかない、まあ、彼のそばへ来ると彼の剣気にね当てられるからついていかないのかもしれませんが、同じくその一切を捨て去った二人がですね晩年においては違うと思うんですね。この一辺の場合にはもうたくさんの人たちが慕っていった、従っていったわけですね。武蔵の場合には最後まで孤絶の道ですね、たった一人の道、一人で生まれて一人で死んでいくということを見事に実践したわけですね。一辺の場合には全てを捨て去りながら、ね、あらゆる人々に慕われていったと、
これは一辺の場合にはこのあらゆる人々をなんか抱擁できる、うん、そういう何かを持ってたと思うんですね。ああ武蔵の場合にはこの進言にしてね、よるべからざる何かを持ってたと思いますね。ですから同じように捨てて生きた人でありますが、まあ、両者はやっぱり全く離れた違う世界で死んでいったと思いますね。うん、まあ、しかし人間生まれて確実に言えることは、人間はあの死ぬために生きてるというだけですが、二人とも死ぬために生きたんですがね、その二人の生き方はやはり違うと思います。うん、ところであの、うん、もうほとんど時間もなくなってきたんですけども、あの東洋の思想がですね、まあ、例えばあの外国あたりヨーロッパあたりでも見直されている、その現代にとって一辺っていうのはですね、つまり今生きる我々にとってそれどういうふうなその意味があるのか、その辺は菅さんどういうふうに考えていらっしゃいますか？そうですね、やっぱりあの現代はもう頭の時代といいますか情報化社会ですからですね、極度にその知恵が発達していますね。一辺の場合はもう愚かになるんですね。そして足が大地についてますね。ですから足で生きてますね。で現代の私たちは足で生きることないわけです。頭で生きてますね。ですからあの一辺の大地をこの足で踏みしめたということはね、現代最もないものですね。うん、もう一つはそのあれですね、あの我々でもその一切のものを捨て去って何か仕事をしてみたい、あるいは誰も人がいない荒野にですね歩いて行ってみたいということをふっと思いますね。ただ私たちは、社会的にも家庭的にもできません。それを一辺はですね断固としてやったわけですね。愛する人も妻も全部捨てて、そして独立の道をね、たった一人の道を歩んでいったわけですね。でそれは私たちにとって一つのこの強さ、一辺の強烈なエネルギー、それが憧れの的になるんじゃないかと思いますね。私たちはそれがあのできないわけです。そうしたいなと思ってもできない。しかしできなくとも一辺のようなそのまっすぐ向いて後ろを振り返らない、全部を捨て去ってこの一つの道を前だけを歩いていくというその生き方はね、なんか私たちにも何かを与えてくれるんじゃないんでしょうか。うん、何か力強いものをですね、我々がそこから監督できるのではないかという感じはいたします。どうも今日はありがとうございました。心の時代、今日は全国を旅して念仏の教えを広めた一辺上人について、お話は東京大学名誉教授の鎌田茂雄さん、聞き手は草柳隆三さんでした。